仮面ライダーシリーズ仮面ライダー W 仮面ライダー W は2009年9月6日から2010年8月29日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全49話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称平成仮面ライダーシリーズ第11作にあたるハイビジョン制作 キャッチコピーは、平成仮面ライダー10周年プロジェクト秋のジン、俺たちは、僕たちは、二人で一人の仮面ライダーさ、これで決まりだ。平成仮面ライダーシリーズ第11作で、前作、仮面ライダーディケードの開始と共に始まった、平成ライダー10周年プロジェクトの超デン、超、電王ディケード、ディケードオールライダー対大ショッカーに続く、第3弾。 秋の陣として位置づけられている。ディケードが平成仮面ライダーシリーズの約10年を総括する作品だったのに対し、本作品は次の10年に向けた新たなるシリーズの第一作をコンセプトに制作されている。シリーズ初となる二人で一人の仮面ライダーが本作品の特徴で主役の仮面ライダー W は佐翔太郎とフィリップが 同時に変身ベルトを装着することで一人のライダーに変身するほか、二人を演じる桐山さざなみと須田まさきはオープニングクレジットでは横並びで表示される。これについて、東映プロデューサーの塚田秀明はインタビューで、二人で一人という設定は、探偵ものハードボイルドものに、付きものの相棒という存在から発案したと語っている。ここから、 ハードボイルドモノという世界観が派生し、主人公は私立探偵、相棒に設定され、作劇にも探偵モノの,の要素が多く含まれており、特に過去に、東映が制作したテレビドラマ、探偵物語の設定が反映されている。また、主人公が事務所で使うデスクには、探偵物語で同作品の主人公が使っていた、東映の倉庫にあった机が流用されている。 ハードボイルド思考だけに偏らず、近年の平成仮面ライダーシリーズでは、恒例となっているコメディの要素も、仮面ライダー伝言と同様に多く取り入れられており、コメディを物語の革新に発展させている演出も多い。従来同様、大河ドラマ性を取り入れつつ、単発系のルールであった、始まりは依頼で、終わりは報告書、前後編の読み切りを入れている。W のデザインは、 昭和仮面ライダーを意識したデザインとなっており、楕円の副眼に触角といった昭和ライダーを彷彿させるシンプルなシルエットのマスクや、仮面ライダー ZX までの昭和ライダー共通の特徴であったマフラーが復活している。W の基本形態であるサイクロンジョーカーは、メタリックグリーンの右半身は、仮面ライダー新一号、黒色の左半身は、 仮面ライダーブラックを意識した配色が設定されており、W のデザイン全体は原点に戻ることを念頭に置いて仮面ライダー自体がモチーフになっている。変身ベルトの左右それぞれ一本ずつの計二本同時に装填されている変身アイテムを状況に合わせて差し替えることで右半身と左半身の色が違う多種たような組み合わせとなり、 それぞれの姿で全く異なった武器や能力を発揮する。過去作品では主に実際の日本を舞台にしてきたが、本作品では架空の都市封筒を舞台としており、さらに虚構的な世界となっている。それによって、主人公たちの活動の場が一都市に絞られることになり、主人公たちの人物設定にも街が強く関連している。また、仮面ライダーの故障は、 戦いを目撃した住民たちが呼び始めたものであり、それを受けて主人公たちが仮面ライダーを名乗るようになったという設定である。平成作品の世界観は作品ごとに異なっているが、W は放送終了後もオリジナルキャストで劇場版作品に多く客演しており、恒例となっているムービー対戦コア以降にもたびたび出演している。 脚本の三条やプロデューサーの塚田によると、本作品の企画自体は2008年放送の、前々作、牙の時からあり、同作品の後、番組という形で、今まで通りの1月下旬放送開始、翌年1月中旬終了で放送する案もあったと、両者のインタビューで語られている。また、企画自体は、ディケードよりも本作品の方が先に完成していたが、 前述の放送期間の移行を理由に後から企画が上がった。ディケードが先に放送された。制作やマスター納品の都合上、ロケは全話を通して関東地方で行うのが常であるが、本作では関西地方で行った話も制作されており、時代劇の撮影で知られる東映渦正江が村を仮面ライダーが初めてバイクで走った作品にもなった。テレビ朝日。 アディケによる日曜朝8時台前半の各放送枠では長年にわたって1月末から3月上旬開始翌年1月から3月に終了という4クール放送が定着していたが本作品では前作ディケードを2クール半の全31話で終了させることにより9月から開始へと移行したこれは 本シリーズと同じく2月に放送開始していたスーパー戦隊シリーズとストーリーや玩具のピークをずらすことで新しいビジネスチャンスを探るための方策であるとされている。本作品の後半から仮面ライダーウィザードまでは A パートが従来よりも長くなり逆に B パートはおおよそ戦闘パートからエピローグまでの数分になっている。 バンダイ決算単身発表によれば仮面ライダー IP 別売条項は9月から12月放送した2009年は175億円を記録し、1月から8月放送した2010年は230億円を記録した。今から1年前、私立探偵の鳴海総吉とその弟子の殺翔太郎は、謎の組織に拘束されていた少年を助け出す。 脱出の途中に、荘吉が追っの教団に倒れ、残る二人も絶体絶命の窮地に陥る中、少年は翔太郎に謎の機会を渡し、こう告げた。悪魔と相乗りする勇気、あるかなそして2009年秋。あらゆる場所で、風車が回る、風の街風とにおいて、荘吉の後を継いで探偵業を営む翔太郎と一年。 前に救出された少年、フィリップのもとに、総吉の娘、鳴海明子が事務所からの立ち退きを要求しにやってきた。翔太郎に付きまとう,ううちに、秋氏は、風とで怪事件を起こす怪人堂パントの存在を知る。そして、翔太郎とフィリップが変身する封筒を守る、戦士仮面ライダー W の戦いに深く関わって、いくことになる。ゲストの中には、 仮面ライダーシリーズの他に塚田プロデューサーが担当したスーパー戦隊シリーズやメタルヒーローなどの過去の特撮番組レギュラー経験者が従来よりも多く起用されており東映公式サイトにおいて毎回ピックアップされている。また、サブライターの長谷川圭一と関わりのあるウルトラシリーズからのゲストも少なからず起用されている。W のスーツアクターを務めたコーは 第30話でアキコが変身した W も担当しているため、初めて女性キャラの芝居をやったという。本作品では、平成ライダーシリーズの中核スタッフが刷新されており、これは新たなるシリーズの指導という意図とともに、及び長年、スーパー戦隊シリーズのプロデューサーを担当し、初めて仮面ライダーシリーズのチーフプロデューサーを担当する。 塚田秀明の意向が強く反映されている。脚本には、メインライターに三条陸、サブライターに、長谷川慶一、またゲストライターとして、荒川敏久と中島和樹、クリーチャーデザインに、寺田克也、さらに演出では、東映特撮作,作品は、初の起用となる、黒沢直介や坂本孝一のほか、長年スーパー戦隊シリーズの演出に携わってきた。 諸田里氏が本作品より、平成仮面ライダーシリーズの監督陣に加わっている。仮面ライダー空が依頼となる荒川や、仮面ライダー狂気依頼となる諸田を除けば、これらのスタッフは、平成仮面ライダーシリーズに携わるのは初である。しかし、漫画原作、アニメ脚本を数多く手がけてきた三条、ライダーシリーズの公的主とも言える。 平成ウルトラシリーズの多くに関わった、長谷川、様々な作品で、デザイン経験のある寺田、京都迷宮案内、ベーシティ刑事、サスライ刑事旅情編などを手掛けた、黒沢、アクション映画や、パワーレンジャーシリーズを手掛けた、坂本など、いずれの人物も、各分野において、十分な経験を持つベテランである。またその一方で、演出陣には、田崎隆太や石田秀則、 柴崎隆幸が、音楽は、前作から引き続き中川幸太郎となる世襲兵が、名を連ねるなど、平成ライダー常連のスタッフも参加している。過去の平成仮面ライダーシリーズと、同様、本作品でも最終回を除いて1エピソード2話完結の、前後編形式が取られているが、探偵ものという設定を反映し、前編が依頼で始まる、事件編、後編が、 報告書で終わる解決編として位置づけられている。各は終了時の演出も前編と後編で異なっており、前編終了時は W が使用する6本の外野メモリが画面中心部を囲うような演出で、後編終了時は画面左下または右下にタイトルロゴが出るのみという演出でそれぞれ締めくくられる。また最終話は前述の通り短編だが演出は 後編のそれに準じたものとなっている。サブタイトルはすべてで統一。特に〇〇は庭続けて使用する。事件編と解決編には共通のエピソードタイトルが関され、解決編のアバンタイトルでは、そのエピソードの人物相関図が示される。また共通サブタイトルのアルファベットは、基本的にその回のゲストとなる同パントの頭文字のイニシャルや、 各エピソードを象徴する単語やゲストの人名などを合わせたダブルミーニングとなっており他のエピソードと重複しない文字が選抜されている基本的には1エピソードごとに1文字使用しているが例外として E は最終話1回のみ Z は使用されなかったが小説版にて保管された登場怪人のうち複数話にわたって登場している ミュージアム所属の銅パンとシルバーメモリの銅パンとは割愛。突起のないものを除き、いずれの作品にも仮面ライダー W が登場。本項目では便宜上 W が登場した劇場版としては2作目のビギンズナイトムービー対戦2010を劇場版1作目、3作目の運命のガイアメモリを劇場版2作目として扱っている。 平成ライダー作品の劇場版では珍しく、テレビシリーズとの時系列のつながりが明確にされている。発売は全作品ともバンダイナムコゲームスによる。いずれも発売元は投影ビデオ。劇中で風とのラジオ番組として登場するラジオ番組が実際に制作され、公式サイトウィンドウ,ウェーブで配信されている。仮面ライダー電王。 仮面ライダー秋葉でもインターネットラジオの企画は行われたが、劇中番組の再現という形で行われるのは本作品が初めてであり、内容も非常に作り込まれたものとなっている。配信番組は以下の4つ。アニメ2021年4月3日、仮面ライダーシリーズ初となるシリーズアニメ化が発表された。2022年夏に配信予定。 風ーと探偵に関するカテゴリー、ありがとうございます。